あ、カニ用のハサミを持ってくればよかったですね。料理だけは得意なんですよ。え、カニ味噌さんですよ。どうぞ召し上がれ。私はいいですよ。高弘さん、食べてください。いや、結構ですよ。私はいりませんですよ。いや、大丈夫です。私はカニ味噌いらないです。ふるふる、いらないですよ。実はそうですというわけですので、どうぞ。そうです、そうです。え？好きですけど。でもでも、高弘さんどうぞ。何もメイド相手に遠慮なさらなくても。優しいです。あーい、わーい、ありがとうございます。私はよくわからないです。お酒はワインかリキュールくらいしか、純米酒はお料理くらいにしか使ったことないです。大人の味？おお、でも子供でもいいです。カニさん、カニさん。どうしたのですか？どうしたのですか？もりもりもり、カリカリカリ、なりました、なりました。さ、早く食べないとなくなっちゃいますよ。カ
兄さんの泡はご飯なのです。ほら、おいしいねえ、皆さん。さあ、たかひろさんもどうぞ。さあ、たかひろさん、おいしいですよ。夏バテに効きます。そうでした。たかひろさんにお弁当を食べていただこうと思ったのですよ。なのですが、たかひろさんが寝ていらしたので起きるまで待っていたのですが、どうやら私も一緒になって寝てしまったようですね。はい、それではお弁当をどうぞ。では合格なのですね。そうなんですが、でもそれでも嬉しいです。あ、包丁を入れてきますね。そうですか。え、苦かったですか。それでは午後のお仕事頑張ってください。私も眠いでちゅ。さっさと報告書を書き上げてください。
なんだ、時計じゃねえか。それを直せっていうのか。こりゃリニアの嬢ちゃんの回路図じゃねえか。でかしたぞ高弘。明日にはピンピンの嬢ちゃんが見れるぜ。技術屋は嘘はつかねえ。任すとけ。今からリニアの嬢ちゃん連れてメンテ室に入るぜ。
元気なジョーちゃんを見たくないのか？まだ高弘に心配されるような年じゃないぞ。徹夜になるが任せろ。ご苦労様でした。いつもこうならいいのでちゅが。おやすみなちゃいまち。探し物。